奥野田美代のエチエチ水着エピックガチャ始まるよ。どうも、今は亡き東方キャノンボールのルーミアです。新年早々まさかの水着エピックキャラ3人目てなわけで、今回もメロンゼリーでガチャを引いていくよ。最近になってようやくエピックにも天井がついたけど、正直エピックガチャには手が出しづらい。ちなみに投稿者は青レームで500連の大爆死を経験済みだよ。この大爆死の教訓からエピックはほぼスルーしていたのだが、エチエチ水着に釣られてしまいました。そんなエロい水着で接客とはけしからん。これは先生の教育が必要なのだ。指導してやる。さあお仕置きの時間だと冗談はさておき、自分の手持ちの中では技巧式と防御式が少し心もとないので、メロンゼリーも5000個近くあり、もし天井まで行ったとしても耐えられると判断しました。ただしこの後にレリック・フランや推しキャラのガチャが来なければの話。でもな、1月のこの時点でエピック3体だし、天井もつけたんだし、エピック実装ペース早めてもいいよねって思ってそう。まあ今回はまんまとエチエチ水着に釣られてしまったわけだが、このガチャで爆死したらしばらくエピックガチャを引くのは控えようかな。で、言っている間に300連を超えたので爆死確定です。260連目の不当最後に F 出しか出ない。もうダメだ、おしまいだ。今回もエピックには勝てなかったよ。そして最後の400連目は天井に到達したので、エチエチ水着のミヨイちゃんと交換して終わりです。メロンゼリー2000個ないなった。ご視聴ありがとうございました。